はい、こんにちは。遠藤ですね。ラッシュモードをやっていきます。デスマッチですね。で、武器が M4、まあ、HK416、まあ、同じようなもんか。使っていきます。まあ、なんだかんだいろんな銃を使ってきたけどね。チームデスマッチはやっぱこの銃が使いやすいですね。で、少人数で戦って、おお下にいる一人やっていく。まあね、このマップは真ん中と、まあ横のね、小道しかないんで、裏取るんだったら小道ですね。ね、チームデスマッチの戦い方なんだけど、基本的には裏を取って、戻ってくるときにボーナスゲームだと思って、敵を殺してください。そうやって稼ぐゲームです。結構みんなね、激戦区でずっと打ち合ってる人がいるんだけど、それだとね、まあ、五分五分なんだよね。KD も1ぐらいしか取れなくて。だから、どっちかっていうとね、一点突破で攻めたら、横向いて、敵を横からね、撃ったり、視界外の外から、めっちゃ虐殺しまくって、ポイントを稼ぐ。そういうゲームなんでね。そういう立ち回りをしていきましょう。おっと、瀕死の、ちょっと敵が多くなってきたな。おっ、まずいやられてしまった。でね、突破するときもね、まあ、あんまりうだうだやってるとすぐ敵が来ちゃうんで、まあ、一点突破したら隠れるところに隠れてリロードして、まあ、視覚を使って戦っていくみたいな。そんな感じですね、私は。あー、マジか。クソエイムだな、今のは。全然やれたよ、もう。ちょっとまだね、起きて一発目の FPS なんで。エクソエイムに関しては勘弁してください。え？小道から出て？敵がいますね。一人やってく。おっと、後ろ。後ろを取って一人やって。もう一人いる！どうやる？ヘッドショット。でね、このね、このマップはこの電車の間、ここ結構有効活用したらいいっすね。ここに隠れてるとね、案外気づかれない。お、奥に一人いるが、見られたんで身を潜める。で、もう一回、ここからもね、こう見えるんでね。後ろ、いますね。こうやって、素通りしてくんだよね、結構みんな。こういうのがね、あるんでね、おっと、やられた。今ちょっと強いね。なんだ、電車とね、小道を使って、敵を横から撃ってください。正面からはね、やっぱね、こっちもある程度削られるし、おっと、危ねえ。もう一人。危ね、リロードして、ちょっと見て、確認してから撃つ。裏もいるね。正面でね、戦うのは結構リスクがあるんで、ポイント稼ぎたいんだったら、なるべく避けましょう。で、18対27。今のところ勝っているが、まだまだわからないですね。ね、この銃は相変わらずアイアンサイトめっちゃ見づらい。お、頭が見えてるよ。この距離だったらぶっちゃけジャンプ打ちでもいいな。ジャンプで、ジャンプ打ちして、倒していく。いける。おっと？この HK416 ね、なんか5発目ぐらいから、もう後ろ打っていく。5発目ぐらいからね、急に上に上がるんだよ。なんかクロスヘアの、なんか十字クロスヘアの上のあたりに集団するんで、それを覚えていくとね、いいっすね。5発目ぐらいからちょっと、気持ち下の方に向けて、リコイルコントロールすると、まあ、フル落としながらヘッド出したりもできるね。で、奥に人がいたんで、ちょっと出て、下がりつつ、打っていく。ここね、引き気味に、打ってヘッド出していったね。おっと！戻ってきたが、やられた。しかも手前にも人が。結構ライン上げてきてますね。こういう時こそ、裏を取った方がいいか。あ、味方がいないな。ちょっとこれやばいな。ちょっとずつ、二人確認。お、手前にいる！びっくりした。めっちゃ手前にいるじゃん。もう一人やって。もうね、正面切っての戦いはね、頭抜くか抜かないかだから、あとはぐったぐたになるから。うぃー、後ろから撃ってくる。おっと、三人。お、当たらねえ。ここね、ちょっとね、難しいんだよね、こういう制御が。で、上から、さすがに、あ、これは無謀だったか。まあいいや。適当です。37対41、いい勝負ですね。
で、残り4分半か。ちょっとエイムが 下手になってるな。この銃使うのもね、久しぶりなんで、今までいろんな銃使ったな。この銃使っていこうと思います。ただね、この銃強いんだけど、あんまりあれかな、爆破とかには向いてない。おーっと、マジか、やられたか。削られてたな。爆破とかにはあんまり向いてないかな。爆破とかはやっぱね、ちゃんと、まあ、アイアンサイトじゃなくてドットサイトとか、ホロついてるやつとかの方がいいね。で、上見て横入って、お、ここ敵が来てないな。よし。こっからボーナスゲーム。こっからボーナスゲーム。速攻で走ってって、後ろから。あ、今上いたね。ああいうのやって、こうやって撃ってくると。もうね、後ろから撃てばめっちゃ強い人とか関係ないからね。一方的に勝てるんで。こうやって裏を、おお、やられてきた。もういい加減警戒されたが。こうやってね、裏を取って、ポイント稼ぎしていきましょう。さて、結構いい感じか。エイムの調子もだんだん上がってきたぞ。どんどんヘッド抜いていきたいですね。おっと、奥、一人やってく。で、上にもいるね。奥は？おっと、そこに入ってるね。上から狙っていく。ここも強いんだよね。この場所もね、頭だけ出して戦えるんで、ちょっと危ない。今、クソエイムだったんで、自分が打ち負けるとこでした。お、奥に走ってる。おー、うまい。いいっすね。この HK416 のポイズンっていうのを持ってると、羨ましいわ。俺も欲しいもん。で、ラインがちょっと下がり気味だ。まずい。上にいる。上にいるが逃してしまったが、一度隠れてリロードして、右側から、おっと、やべ。あー、これはまずいね。この状態はまずかったね。もう完全にカバー入れるような状況にしてしまったので、立ち回りの問題ですね。あ、ラインがだいぶ下がってきたぞ。ちょっとこのままでは負けてしまうんで、ラインを上げていきたいが、こっちは危ない。ダメだ。左からじっくり攻める。お、ここも出てくるね。一人やっておく。ヘッド抜いて、お、人がいないんでまっすぐ行って裏を取りましょう。一人やって、からここがいいっすね。こっから行けばね。ほら、全然見てもないっしょ、こっち。意外と見ないんですよ。爆破されたか。仕方がない。さて、残り1分半。まあ、まだわかんないね。63対73で敵が前にいることがわかったんで、あらかじめ準備しておく。右側。こうやって、リコイル制御していく。奥に一人いた。あいつどうやる？ヘッドショット。もう一人いる。もう一人いるが、あ、上の方に失する。手前のやつは味方がやってくれたね。そう、ここ。こういうとこで。おお、倒しきれてなかった。撃ったら隠れる。こいつよね。ここで。ほらほら。クリアリング大事ですね。強い人も横から撃ってはもう完璧に。おっと、そういう意味だったが。まあいいや。あと1分。さあ、あと1分で、どこまでいけるか。もう69対86なんでね、まず負けはないと思っていいでしょう。ということで、どんどん突っ込んで、もう電車を取っていきましょう。敵が奥にいるのか？おっと、いた。お、うまい。負けてしまったか。このなんか下の方に出てくる、相手と自分の対マンの戦績みたいに出てくるけど、あれいらねえやな、別に。おっと、奥の人、味方、アシストになってしまった。いますね、奥に。あいつをやっておきたい。やって、奥に人がいるんで、中入っていきましょうか。うわ、やられた。とまあね、こんな感じで、クソエイムでもね、立ち回り次第では全然、キルトップも取れますんで、皆さんもね、今日言ったことを試してみてください。まあ、要約するとね、4つある、まあ、3つか4つルートあると思うんだけど、その1つを1つに絞って、まあ、五分五分の勝負を仕掛けて、勝ったら裏回って、まあ、敵をね、側面もしくは後ろからバシバシ倒していってください。そうすればね、全然キルトップも取れますんで、楽しくなると思います。
いや、今回な、ほんとエイムひどかったな。ちょっと最初のさ、HK416 の動画と比べたらもう相当ひどいよ、これ。はい、以上です。